当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて、今回のお話は、皆様は東北の地、北海道に日本を代表する未確認生物がいることをご存知であろうか。北海道屈斜路湖は阿寒摩周国立公園の中にある、周囲57キロもあるとても大きく美しい湖で、地元では観光資源の一つともなっている。そんな屈斜路湖では、1970年頃から2000年頃まで、大型水生未確認生物が目撃されていたのだという。その生物は、イギリス、スコットランドのネス湖に生息すると言われている、未確認生物、ネッシーにちなんで、クッシーと名が付けられている。今回は、そんな屈斜路湖の未確認生物、クッシーについてご紹介しよう。クッシーは、鹿児島県池田湖に生息していると言われている未確認生物、イッシーと並び、日本での知名度は高い。体長は、およそ10から20メートル。あまりはっきりした姿は分かっておらず、湖面から出た、黒っぽくて、ヌルヌルした、コブのようなものが移動するのが、たびたび目撃される。また、モーターボート並みのスピードで移動する場合もある。クッシーと、おぼしき生物を示唆する情報は古くからあり、北海道のアイヌの伝説の中に、屈斜路湖には、鹿を丸飲みするほどの巨大な蛇が住んでいて、湖の中にある島まで人間を運ぶという話や、湖には、巨大なアメマスやヒラメが生息しているなどの言い伝えがある。また、明治時代に、本州からやってきた開拓民も、屈斜路湖で、湖の主を見ても、誰にも話してはならない。話すと災いが起こる。と、地元アイヌから聞かされ、開拓民も、主を目撃しても、口外しなかったため、その存在が、外部には、あまり広まらなかったと言われている。そして、2000年代以降は、目撃情報は、ほぼ途絶えている。次に、近代における、クッシーの代表的な目撃情報をご紹介しよう。1972年11月、屈斜路湖の湖畔を車で走行していた男性が、湖の岸に向かって移動してくる、ボートを逆さまにしたような謎の生物を目撃。また、その翌年の1973年8月には、北海道北見市の中学生40人が、屈斜路湖の北側に位置する藻琴山へ遠足中に、山の上から湖を見たところ、波を切って湖面を進む、長さおよそ10から15メートルのラクダのコブのような正体不明の生物を目撃。このことが地元新聞に取り上げられ、全国的にクッシーの存在が知れ渡るきっかけとなった。1974年9月18日、屈斜路湖を訪れていたおよそ15人が湖面に三角の形をした2つのコブを目撃。コブの全長は10から15メートルほどで、黒く、ヌメヌメと光っていた。そして、モーターボート程度の速さで移動しながら、やがて水中に沈んでいったという。また、同じく、9月、北海道放送のカメラマンが、湖面に浮かぶ丸い物体を映像に捉えたが、外見がわかるような資料がなく、正体が何であるかは、わかってはいない。1975年7月5日、午前9時半ごろ、林業を営む男性が、馬を使って、湖畔での木材の切り出し作業中、急に、馬が何かに怯え始めたため、湖面の方を見ると、岸から50メートルほど離れたところに、馬の首のような形をした、焦げ茶色の皮膚に、銀色に光る2つの目がある、謎の生物を目撃。その後、時間が経つと、この生物は、湖に姿を消したのだという。また、同年、屈斜路湖の土産物販売店の店員の証言によると、夜中に、湖の方から、ダッポン、ダッポンという、何かが泳ぐ大きな音が聞こえたのだという。また、実験で、湖に、イカ、芋、野菜を仕掛けたところ、イカだけが、何者かに歯で食いちぎられた状態で見つかっており、湖は酸性で、ほとんど魚が住めず、当時も、トゲウオくらいしか生息していなかったため、クッシーがイカを食べたのではないかと推測された。
1988年には、当時地元でレストランを経営する男性が、屈斜路湖をモーターボートで運航中、謎の生物を目撃。その後を追跡して、およそ15メートルの距離まで近づいた。彼によると、その生物の背部は、イルカのように黒ずんでいたのだという。1997年6月24日、午後4時頃には、弟子鹿の消防署員の一家4人が、湖畔の温泉でくつろいでいた時、砂湯の沖、およそ100メートル先で、背びれがある2つのコブ状のものを目撃。それは、全長およそ20メートル以上もあり、銀色の頭を水面から突き出していたのだという。やがて、その謎の生物は、岸の方へ少し近づいた後、水中へと姿を消した。それは、およそ2分間の出来事であった。そして、これが、最後のクッシーの目撃情報とされ、それ以後の目撃は途絶え、その正体については、今でも分かっていない。クッシーの正体については、首長竜の生き残り説や、大型イトウ説、大型アメマス説などと言われている。また、近年では、古代生物であるターリーモンスターことトゥリモンストゥームではないかとも言われており、秘密裏に自衛隊がアメリカ軍の要請を受けて屈斜路湖を調査したところ、ターリーモンスターらしき生物の写真撮影に成功し、その後食われたという情報もあるが、真偽のほどは定かではない。いかがだったでしょうか。屈斜路湖は火山の噴火でできた酸性のカルデラ湖のため、餌となる魚が不足しているので、大型生物が生息するのは難しいという見解もされているみたいですね。では、大勢の人々が目撃した謎の生物は何だったのでしょうか。また、2000年以降の目撃がないのも気になるところではあります。すでに死んでしまったのでしょうか。それとも、噂のアメリカ軍によって回収されてしまったのでしょうか。皆様はいかが思いますか。今回の話は以上となります。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。またお会いしましょう。